今期マジで盛り上がんねえなぁと、アニメ見るモチベーション湧かねえなぁと、全然見るもんねえな今期と嘆いていた皆様に超朗報です。今期2023年夏アニメ最後の最後で超盛り上がってきたはい、どうもリフトですという号で、やべえやん、ね、私もねもう一人ですよ、今期盛り上がんねえなとか言ってたね。でもこれ配信者の問題じゃないのってね、配信者側は気にするかもしれないけど、視聴者さんはね、自分が楽しむアニメを、まあ楽しんでることを全力で楽しんでほしいと、好きなもの好きとね、世間がどんな評価しようがそんなに気にせずにね、楽しんでほしいっていう動画も、このまあ上げさせていただいたわけなんですけれども、やっぱそんな中でも今期盛り上がってないっていう僕の評価、僕の感覚はもうずっと変わんなかったわけ。でも、ここに来て、もうめちゃくちゃ盛り上がってきたわ。うん。で、まずこれは、その、みんながとかいう以前にも僕が、もう僕の中で、もう昨日ツイートというか、ポストかもうさせていただいたんですけれども、超盛り上がってる俺の中でコンティがというところで、興奮気味にね、ポストさせていただいたんですけれども、おもろすぎるぞ、これ。ね。いやーねー、舐めてましたわ。アニメっていうものを。うん。大体ね、その序盤でつまずいたら盛り上がるわけないんだ、基本的には。うん。で、やっぱまあ、だんだん、まあ基本的にはだんだんシリーズボーンやって、最後、めちゃくちゃいい回やって上がるかどうかみたいなのがね、まあ大体のクールですよ。一番最初にやっぱ一番盛り上がるわけ、みんな見てる数も一番多いですしね。うん。で、中で、やっぱさ、話題作とかも本に出たバンドリーとかさ、あとから出てきて、こう、後から視聴する人が出てきて、盛り上がる作品もあったりとかっていう、クール、まあ、そういうアニメは基本的にワンクールそんな感じになってますけれども、たまにあるんですわ。最終回とかで評価を爆上げしてくるとか、まあ、終盤に向けてめちゃくちゃ盛り上がってくるとか、やっぱこう、もはや最終回で評価一変するとかね、まあ、作品がある中で、今期ですね、このなんかこの終盤の盛り上がる作品がもうめちゃくちゃ多い。うん。最高やないか。ね。いつものクールの悲しいところは、こう盛り上がっても、やっぱもうすでに見てる人が脱落してしまうってるもんですから、全然やっぱ盛り上がりきらないっていうのはあるんですけど、これさすがに盛り上がってんじゃないですか。まあもちろんね、やっぱその、まあ今期そもそもアニメ全く見てないとかって人もかなり、まあ、聞いてますし、まあ、実際多分そうだと思います。うん、そうかなって僕は思ってるんですけど、まあ、見てる人はこれ間違いなく盛り上がってきたんじゃないかなっていうのがあって、まあそれはやっぱその、まあ僕の X とか見てる空気感、まあ全然空気感もそうだし、何よりも僕が見てるアニメが面白すぎる。もう僕もね、よく言ってますけれども、まあ、週刊ランキングのためにね、僕いつも見終わったら、感想をこう、メモで残してるんですよね。もう止まんないわけ、ブワーってもう、なんかライターなんかみたいな勢いで、もう殴り書きしてしまうぐらい、もう熱くなれる作品が、もう連発してるっていうのがね、まあ、本当にこれ本当、めちゃくちゃ嬉しい予想外、誤算だったかなっていうのは思ってて、ここまでね、こう面白くなってくるとやっぱ思ってなかったし、やっぱこんなに自分でも盛り上がるとやっぱ、一回さ、消えてしまってきてこう、つけるの難しいですよ、ほんと同じ作品ね、っていうのは。まあ、クールが変わってどうとかいろいろあると思いますけども、うん、もうめちゃめちゃ面白くなっててですね、ほんともう毎日もうここ、特にこの、まあ、もうこの一週間ぐらいもう痺れまくってまして、もう最終回もね、今どんどんラッシュ。で、まあ正直ね、僕、好み結構分かれてます。最終回でも、みんながいいって言ってるやつでも、慣れって思ってるやつもあるし、まあ、賛否両論のやつがダメだと思ってるやつもあれば、めちゃくちゃいいって思ってるやつもね、ありますよ。結構僕、結構分かれてるんですけども、でもね、もうめちゃくちゃのめり込んでるの。確かにこれ批判してる先もあるかもしれないけど、やっぱそれだけ熱量を持って見てるからやっぱ批判するわけですよね。何も思ってないアニメ別に批判しないですよ。うん。というところで。今回動画で言いたいのは、盛り上がってきたぞっていう朗報もあるんですけど、まあ、見てないかなとかね、なんかモチベーションがって言ってる人は、見てみてほしい。途中で、ちょっとなんか6話とかで切っちゃってる人がいると思うんですよ。なんか、止まってるなとか、3話ぐらい溜まってるなとか、見ましょう、一気に。うん。このね、盛り上がりが体感できると思います。まあ、これはね、やっぱ新作続編問わずっていうところかなっていうのはね、まあ、すごい思いますけど、まあ、特にやっぱ続編はね、まあ、やっぱこの前ね、昨日ね、まあ、ブンストゴチの動画も上げましたし、まあ、無職のね、ニキとかもなんかめちゃくちゃ神回やってましたしね。まあ、呪術の昨日の話とかね、えげつないトラウマ確定の回とかでね、やってましたしっていうところで、まあ、カノカリがこの前めっちゃ神回やって、あとね、新作でね、僕すごい朗報だと思ってね、ヘルクがね、面白くなってきてるんですよ。まあ、あんだけ面白くなって言われてたヘルクが、ようやく面白くなってきてるかなと思いながら見てたりとかね。まあ、ラブコメやっぱ今度非常に強いんでね、まあ、キャラ可愛い様子とかもね、強くて、まあ、その辺でやっぱ白聖女とかね、スキメガとかね、まあ、カノカリさんってもちろんそうですけど、まあ、まあ、癒しとかね、まあ、カノカリさんも特になんか泣ける系ですけどもね、
ね、うん、とかルロケもねどんどん面白くなってきたりとかいう中で、まあ、最終回ラッシュでネルル迎えてて、またこの前も昨日結構厳しい、まあ、感想動画また上げてね言わせていただきましたけど、賛否はちょっと分かれちゃうような感じになりましたけれども、まあ、ある種こんだけ賛否が盛り上がるっていうのはそのやっぱ皆さんこうワタコにこう熱中したし期待してた証拠だとも思うし、やっぱなんかね、原作の話聞いたらなんかアニオレらしいね、よくなんか聞いたらえと思って、ファンタジー要素あんなモリモリじゃないぞみたいなけど、って結構動揺してたんですけども、はい、っていう中でね、うん、まあホリミヤとかもね、今週最終回で、まあ、今回もう今週の週間ランキング本当もうなんか過去ながらもなんか最高レベルぐらいのレベルなんじゃないかなっていうところで、まあ、やっぱね、まあ、面白いだけに基本的に最終回めちゃくちゃ盛り上がりますけれども、やっぱ最終回で着地が正直難しいんですよね、まあ、結構ありますよ、なんかめちゃくちゃ盛り上がってた近年もあれ最終回あれとかね、うん、まあ、最近だったらやっぱボザラぐらいじゃないかな、もうなんか最終回もめちゃくちゃ盛り上がって最高みたいなね、2期待ってますみたいな、まあ、とはいえボザラでもやっぱ8話がね最高だったという人もあるぐらいなんで、8話も良かったね、最終回はなんか割と続編もなんかすごいきつきつそうなね、まあ、感じもあった、うん、ところもあったし、より今後は期待ってもあったんですけど、まあまあ、なんかやっぱそもそもその着地って難しいんですよ、だからそう、まあ、今回も賛否分かれてるし、まあ、あとね、みんなこういうようなとこで言うと、政宗くんのリベンジとかね、僕ちょっといろいろ思うことがあったりするんで、ちょっとこれ、週刊ランキング、多分話すんじゃないかなと思いますけども、はい。っていうところだったり、うん。めちゃくちゃやっぱ盛り上がってきてるなっていう印象でですね、めちゃくちゃ楽しんでますわ。ゾーン100とかね、もうなんか勢いやばすぎて、なんで楽しめるのかわかんないけども、勢いと静かちゃんとかわいそうで、まあ、楽しんじゃってたりとかね、うん、っていうところで、やっぱ続編タイトルはまあ基本的に強いというかね、やっぱまあそれはまあ間違いないクールですけれども、うん、新作ともにこうすごいね、盛り上がってるなっていうのは思いますしね、うん、まあレベルは魔王とかもね、しっかり見ましたよ、最後までね、まあ、自販機、まさか2機とかね、まあ、びっくりいろいろしたりもね、しながらですけれども、こうなんだかんだでこう盛り上がんないとかね、まあまあ、不作なんてところもない中にちょっとありましたよ、うん。僕は不作は絶対ないっていうのを言ってたんですけど、盛り上がらないっていうと、やっぱ不作だっていう、なんかそのあると思うんですよ。なんかある種のイコール関係みたいなのは。まあ絶対不作じゃないっていうのはずっと言ってたんですけれども、もしかしたらこう豊作に転じるんじゃないかぐらいの勢いね。まあもちろん最後は見終わってないんで、まだね、そこに関しては結論としては言いませんけれども、僕はかなり豊作に自分の中で近づいてきていて、それだけやっぱ最後の盛り上がりとか、もう終わり良ければ全て良しなんて言葉あるけど、まさしくそれに近い状態になってきてるのかなとも、思っております。うん。っていうところでね、まあ、スパイ教室もね、一気あんだけボロクソ言われてたら、2期結構盛り上がってきたりとかね、まあ、いろいろありますしね、うん、七妻とかもね、どんどん盛り上がってきたりとか、っていうところで、まあ、ブリーチとかもね、まあ、最終回1時間スペシャルとか、まだまだね、まあ、本気盛り上がる要素がね、こう、秘められまくってるかなっていうのはね、思いますけれど、まあ、すでにね、まあ、完結までね、最終回迎えた作品もかなりね、ありましたけど、バンドリとかもね、バンドリもまず賛否分かれたんですよね。まあ、かなりそういう意味ではね、なんかある種賛否分かれてるんですけど、まあ、その賛否が分かれるっていうのはね、本当になって話題になってなかったら賛否なんて分かれもしないんで、話題にもなんないんで、そういう意味でやっぱね、これって一概悪いことだと思わないんですよ。うん。やっぱそれだけ皆さんこう熱中して見てるからこそね、いろんな期待を持って、いろんな思いを持って見てるからこそ、いろんな感想が溢れ出すわけで、うん。それってね、全然悪いことじゃなくて、うん。それってまあ、面白いんじゃないって、いろんな感想が生まれるっていうのは、そんだけやっぱいろんな作品の見方もあるし、伝わってくることもあるしって思ってるんで、うん、でも物語とかもね、まあ、2期最後めちゃくちゃ盛り上がってきてとかね、もうすごかったっすね、あ、夢見るとかね、もうめちゃくちゃクソアニメだどうとかね、言われまくってた中でなんだかんだみんな結構見ちゃったりとかね、最後まで、うん、アンファルどうなるんですかね、うん、まあ次回最終回っていうところですけれども、はい、っていうところでね、すごかったですわ、うん、本気本当、まさかまさかというかね、もう本当なんか何も笑いならずに、何も僕もなんかこう思うものがなく、マジ盛り上がんなかったな、今期。印象に正直あんま残ってねえな、続編強かったなぐらいのクールになっちゃうかな、正直やっぱ思ってたんですけど、ここまでやっぱ最後こう、心を震わせてくれたというか、盛り上がらせてくれた。あ、ニエ姫とかやばいっすよ、マジで。クソ大きいアニメやってるから。もうこれはもう2クール目だからね。いや、見てる人ほんと少ないと思うんですよ。アニメ YouTuber でも話してる人ほとんど見たことないんですけど、もうこういう作品こそ見てほしいなと思う作品もね。たくさんあったり、今からね、最終ランキングつけるのも楽しみだし、ちょっとある種なんかいろいろ燃えそうなね、うん、まあそれ僕もいろいろ多分、これはどうなのと思ってるやつもあるんでね、うん、ですけれども、はい。まあでもそんだけやっぱこう、僕もアニメにすごいこう、
今期ね。まあ全然僕は今期はモチベーション落ちるとかなかったりして、やっぱ続編が本当好きな作品ばっかりだって、そもそもね、めっちゃ楽しみにしてた作品、カノカリとかさ、呪術とか無職とかもね、まあめっちゃ楽しみにしてたんで、やっぱりうんっていうところで、まあ、そもそもね、まあ、今期は楽しめるし、自分の中では豊作なんじゃないかっていう話もしてたし、不作はありえないっていうのも言ってたんですけれども、本当にこうもうしびれまぐってます、もう泣きまぐってますし、もう僕バタバタしてますからね昨日もね、呪術の道場言ってましたけど、もう僕やっぱもう入り込みすぎちゃって、もうあんま見れてないですもん、もう見れて、今日見たんですけど、ちょっとやっぱね、めちゃくちゃいい作品が続くとさ、やっぱその余韻とかに浸ったりとかさ、うわーってなってるから、見る作品が得るんだね、っていうのが起きてたりとかっていうところで、うん、でもめちゃくちゃやっぱ、僕の中では間違いなく盛り上がってきてるし、まあ、見てる人はまず盛り上がってきたって感じします。おーってなってると思いますよね。お今季すげえいいやめんかいってなってると思うんだけど、うん、まあこう離れてしまってる人ですよね。盛り上がんないって言って多分みんなスルーしたと思う。盛り上がってきた時は気になったんじゃないですか。もう本当にね、まあ、今挙げてた作品どれもね、やっぱ見どころしかないですわ、うん、っていうところで、まあぜひね、まあいきなり1から見るってやっぱ大変だと思うんですけど、まあでも分数とか追いつく感じありますから 言いましたけどね、まあそれ例えば無職とか呪術とかそういう挙げてる続編タイトルって本当に面白いんで、全然追いつく感じあるんですけど、もちろん新作でもね、うん、最終回まで見るっていうのもありですけど、まあ僕は特に思うのはやっぱ今から正直見るとね、まあ来期めっちゃ作品数多いんで大変だと思うんで、まあ途中で止まってる作品とかですよね、また3話とか、まあちょっと追ってますっていう声もね、聞いたりもしてますし、まあ途中でやっぱモチベーションが落ちちゃってね、視聴が遅れてるって人もいると思うんですけど、これマジ追いつくかしかないです。でこれやっぱリアルタイムでこの熱をね、皆さんと共有したいなっていう思いもあってね、ちょっとまあ今期ほんとラスト1週間ぐらいですけれども、まず動画出させていただきました。またね、まあ、最終的にどうだったかっていうところはね、まあ前作に最終回迎えたぐらいの段階、まあ10月も入ってからすぐ1週目ぐらいになるか、まあ、9月末、まあ、ブリーチの最終回見てからやっぱ上げたいところがあるんで、ね、まあ、最終ランキングとかもそうなんですけど、まあ、そこら辺でまた動画を、ね、まあ、上げさせていただきます。最終ランキングとかも、ね、上げていきますし、正直投票も、ね、まあ、やってますんで、まあ、そちらも、ね、まあ、しない方はまたね、していただけたらなというところで、まあ、来季はやっぱ間違いなく盛り上がってくると思うんですけど、まあ、そういう中で今季ね、盛り上がらん盛り上がらんとか言っても最終的にはめちゃくちゃ盛り上がって、まあ、結構あるのがね、やっぱこう最後まで見たら面白かったみたいなあるんですよ、これマジで、うん、なんか全然思んねえと思ったやつでも最後まで見たらこれ面白かったろっていうね、まあ最後まで見てる時点でやっぱ面白い要素が常にあるからこそ 見れると思うんですけど、うん、っていう中でね、なんか今季は本当なんか、うわ最後見てよかったなっていう、本当に見てよかったなっていう感じる作品ばかりで、うん、まあこれは結構ね、まあなんだかんだその最後まで見た作品はあるあるっちゃあるあるなんですけど、うん、っていう中でやっぱもうそういうものをね、いろいろと見せていただいて、まあ、もちろんもね、まあ、まあ、日曜またね、来週最終回で予告とかも出てましたけれど、まあ、呪術はまだまだついていきますけどね、うん、っていうところで、はい、本当にもう、痺れに痺れて、まあ、昨日は特にやっぱ、ブンストね、最終回で、もう痺れまくって、毎日筋トレ行ってるんですけどね、もう思わず筋トレ休みましたもん。これは動画を撮るべきだと思ってさ、そのぐらいやっぱ盛り上がったんですけど。はい、っていうところでもう最高のクールだし、やっぱアニメって最高だなって、うん、やっぱこれだからこそね、やっぱこう僕もたくさんアニメ見るってやめれねえなって思いました。もう俺やっぱアニメ YouTuber だからこそ見てるってありますけれども、でもね、やっぱこうたくさん見るとね、やっぱこうみんなから笑いなんないような作品でもこんな思いなんだってやつあるんですよ、マジで。だそういうのを見てほしいからこそね、そういうのを笑いしたいからこそ僕はこういうのやってるってもあるんですけど、うん、っていうのは今季より感じたし、やっぱアニメって最高だなっていうところね、まあ、結論うん、至ったかなっていうところで、まあ僕自身もね、もう本日盛り上がらんとか全然とかいろいろ言ってね、本当申し訳なかったです。はい、もう本当にここまでこう面白くなって、まあ、盛り上がってなかったのは正直事実だと思いますけども、ここに来てやっぱ自分の中で最高に盛り上がってるし、見てる方はね、もう自分の中で今最高に盛り上がってるんじゃないかなと思うんで、残りラストこのね、この高揚した気分のまま駆け抜けて、やっぱなんだかんだ最高のクールやったやねえかと、最後見たら最高やったで今日というふうにね、まあ、またね、来年とか、まあ、わかんない、次のクールとかの時に言えるようなね、また最終的に、クールになっていくといいなっていうところで、まあ、まだね、最終回迎えてない作品もね、半分ぐらいはあると思いますんで、はい、そこをね、非常に楽しみに。まずは、まあ、ホリミアとかね、泣いちゃうよなとか、泣いちゃうよなとか思いながらね、待ってますけど、はい、まあ、非常に楽しみに。今度、締めはブリーチですかね、1時間スペシャルになってくると思うんですけど、まあ、その辺もね、本当楽しみに、待ちたいなっていう感じでございます。はい、まあ、本日ね、まだあと動画もね、まあ、主題歌ランキングのエンディング編とか、まあ、あと最終ランキング、まあまあ上げていく動画もね、感想動画とかまたトップに上げると思いますんで、まあその辺はね、またお楽しみにお待ちいただきましたら幸いですし、来期もね、本当楽しみですよね。来期もね、また動画もどんどん上げていきます。そちらもね、お楽しみお待ちいただきたいと思います。これを機に、チャンネル登録もお待ちしてます。まあね、皆さん、なら今期に関するね、思い、ご意見、またコメントね、お待ち
します。はい、もう追いついてない方、今のこのラストスパート一気に追いついて、こう最後ね、向かいましょう。そしてライティに向かっていきましょう。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。